今ま,まみです。どうぞよろしくお願いいたします。今回はこのようなあの素晴らしい賞をいただきまして、改めてあの感謝申し上げております。で、あの、私は、あの、まあ、核サイマーラインに関する、まあ、研究をしているんですけれども、サイエンスが、まあ、医学に、まあ、どういうふうにあの貢献しているか、そして、えー、医学の分野の発展のためには、 そのサイエンスを進めるっていうことが、まあ、どれだけ大事かということをお伝えできたらと思っています。で、あの、MRI のあの研究で、例えばその、世界であの大きな MRI の学会などに行きますと、MRI を使っている、ま、医師や、あとですね、MRI のま、サイエンティスト、 その技術やあの MRI の様々なことのけん関わる研究を進めるあの研究者もあの国際学会ではかなりむしろそちらの MR サイエンティストがもう大多数っていうの感じなんですけれどもやはり国内では、まあ、それほどはあの多くなくてまた女性の方もそんなにはあの多くないというところで、まあ、日本の,あの学生の皆さんにはどんどんあの入っていただきたいなと思っています。 で、あの、今回は、まあ、水分子の動きを活用した、拡散マーによる新たな眼診断法の開発ということで、この右にあの示しております、女性と、あとあの、スイレンですね。あの、今回水にまつわるあの公演ということで、あの、ウォーターリリー、スイレンの,のイラストを同僚に、あの、書いてもらいました。 では、まず、あの、拡散とは何かというところから、あの、始めさせてもらいたいと思います。例えば、このようにまあコップがあって、そのコップの水の中にインクを落としますと、このように、インクがふわーっと広がっていきます。でもこのような現象を、一般的には、自由拡散と呼びます。で、 拡散については、まあ、いろいろな種類の,あの拡散があってであの、まあ、特に水分子の拡散を今回あの言っているんですけれども例えば先ほどの,あの水の中のインクのように、まあ、自由拡散というのもありますしこちら左下はあのインクをティッシュのようにポトンとこう落とした時に、まあ、例えばこういう感じであの丸の形になります。 こういうのも、まあ、拡散の一種です。で、あの、右下のように、例えばインクを新聞紙の上にあの落としてあ,のあげると、まあ、こういう感じであの、楕円のような形になります。なぜこういう丸ではなくて、まあ、楕円のような形になるかというと、まあ、おそらくその新聞は、まああの、紙のその繊維がですね、方向によってあのいろいろ異なるからと考えられます。 で、あの、拡散というあの言葉でもいろいろなあの種類のまあ拡散があるということなんですけれども、次にまあ拡散 MRI の MRI って画像は何を見ているのということなんですけれども、MRI は大きな、まあ、こんな感じであの真ん中に MRI の,の装置を示しているんですけど、例えば大きなまあ磁石と、あとそれから発生する電磁場を使って体の中の 水素原子の,あの状態をあの画像化しています。で大きなあの磁石をこのようにあ,のあると、電池場が発生しますので、まあ、体内、まあ、こういう感じで、例えばあの人が MRI の中に入っていくと、その体内の,あの水素原子ですね。特にまあ水や脂肪などに水素原子があのたくさんいるので、 その磁石の電磁場があ,のある時とない時で水素原子のその状態がいろいろ変わるんですね。でそういう違いをあの MRI で画像化しています。で MRI で撮るとこの右下のようにこれはあの正常の、えー、脳の MRI 画像になりますけれども、まあ、こういう感じで大体いい画像の再生、あの 構成のあの単位としてはまあミリメートルぐらいの,あの単位で画像をこういう感じで作ることができます。であの拡散 MRI とは何ぞやということなんですが、えー、この拡散 MRI では水分子の,あの拡散を可視化することが可能となります。例えば水分子がこのように 移動するときにかかる時間と距離の関係は、このアンシュタインの,あの結構シンプルなあの方程式を使って、えー、このように表すことができます。でここの D をまあ拡散係数といってあの、この拡散係数をあの一般的な病院で取る MRI の画像でもあの求めています。 で、こちらに、あの、右上に、グラフに示したものは、えー、これ横軸が時間、縦軸が、まあ、距離と考えて、水分子が、まあ、自由拡散において、えー、例えば50ミリセカンド、あの、時間を上げると、大体17マイクロメーター動く、えー、という感じになるんですね。ですので、 あの、まあ、こういった、あの、補定式を使うと、まあ、MRI で撮るその画像の単位としては、ミリメートルの単位なんですが、例えばここにその画像の最小、あの、構成単位の、えっ、ー、と、ボクセルって言うんですけれども、まあ、そういった、あの、シェーマ、あの、お示しますと、その中に入っている水分子はもう本当にもたくさんいるわけです。で、まあ、こういった補定式を使うと、 画像で得られるあの単位はミリメートルなんですけれども、まあ、こういったマイクロミーターの,あのレベルの情報を、まあ、大まかに、ざ、あ、っ、のー、とですけれども、評価することができる。ということで、あのー、ここはあの笹田さんの,あのミクロとマクロをつなぐっていうあのご講演にすごく通ずるものがあるなと思ってあの、切ってたんですけれども、あのー ミクロからマクロの情報を捉えることができるということで、MRI の画像を撮ってるんですけれども、あたかも顕微鏡を使って中の情報を見ているようなことが技術的には可能となっています。で、ここでちょっとガンと病気のことが登場したんですけれども、がんのイメージングにその拡散 MRI というのが最近 今ですね。用いられるようにあのなってきたんですけれども、なんでこの癌が,が、あの、核細 MRI の画像で見えるのっていうことなんですけれどもあの、この左にですね、あの、正常な組織、そして右に、まあ、癌細胞が、あの、癌が,があった場合の、あの、例を載せています。で、左を見ていただくと、まあ、正常な組織では、スペースがですね、そんなにきつくないので、 あの水分子は結構こう動きやすいんですね。でその一方、ガ、ま、癌、あの組織では、まあ、一般的にですけれども、その細胞がたくさん詰まっているケースが多いので、ガ、ま、癌、あ、細胞がこういう感じでたくさんいると、まあ、そのスペースが、動くスペースがあんまりないので、まあ、相対的に水分子が動きにくいということになります。 で、この真ん中の下の方に、あの、拡散協調画像って、拡散 MRI で撮った画像と、あとそこから計算できる、あの、拡散係数のマップっていうのを示しています。こちらは、えっ、ー、と、片方の乳房をこう縦切りに、あの、撮ったあの画像になるんですけれども、で、えー、こちらですね、まあ、ガと、あとまあ、正常ですね、えー、の組織。で、拡散協調画像でですね、ガの 組織はその水の拡散が制限されるので、まあ、こういう感じで白く映ってきます。で拡散ケースマップをあの計算すると、これ灰色に癌位はあのなっているんですけれども、これはその癌では見かけの,その拡散ケースが正常に比べてあの下がるということで、まあ、このように表示されています。はい。 では、あの、実際に、まあ、拡散 MRI を取ってみましょうということで、まあ、例えば、まあ、これ右上にまた MRI の、あの、装置の、あの、ちょっと載せてるんですけれども、まあ、あの、例えば私がこう、ノードックなどでですね、まあ、MRI の検査を受けることになったと、あの、しましょう。そしたら、まあ、あの、この中に、さっきの絵のように、あの、ウィンと入っていって、で、あの、結構きちっと、 固定されるんです、ね、でそれでまあしばらくすると結構音が鳴ってあのちょっとうるさいなっていう感じなんですけれど今、まあ、しばらくするとまあ検査が終わります。ということでそれでまあ得られるそのあの画像ですねからこちらですねいきなりこんなちょっとグラフが出てきてるんですけれどもこれは横軸に拡散強調の度合いを表すビーチそして縦軸にあの信号としてこうプロットすると、まあ、こういった感じになります。で ここですね、この傾きをざっと計算して、まあ、見かけの拡散係数と呼んでいます。で、ここちょっと見にくいんですが、よく見ていただくと、この白の,あの線っていうのは、ちょっと曲がってるんですね。で、少し曲線になってるんですけれども、まあ、それをですね、無理やりまあこういう赤線であの引っ張ってやるということで、これ見かけの拡散係数と求まります。 で、一般的には、まあ、こういう感じで、あの、2点で、あの、求める場合が多いんですけれども、やっぱりこれちょっと曲がってるんですね。で、この曲線を利用して、まあ、いろいろな情報を、あの、評価することができます。例えば、管流に関する情報とか、細胞膜同士の透過性等々ですね。まあ、このような、様々な、あの、情報を、評価することが、まあ、可能となっています。 もうここは、あの、日常の臨床ではもうちょっとこれは、あの、計算したりとかですね、いろいろちょっと手間がかかるので、あの、ここまでは、あの、一般臨床ではできていません。 で、こちら左に、まあ、白黒の従来の、あの、病院で使われ、あの、取られているような、あの、画像をお示ししましたが、まあ、従来の画像、こういう感じで、白黒の画像、二次元で、まあ、あの、白い、黒いとか、まあ、そういう形で、あの、評価していくんですけれども、まあ、これをですね、さっきのように、あの、評価する、解析することによって、様々な値を持った意味のある、あの、マップを取り出すことができると。でも、これ、まあ、いろいろ情報があるんですけど、パッと見て、 結構解釈するに難しいあのと思われるので、まあ、こういう感じであのこのマップを統合してで、一番悪性度が高そうなところ、そして顔つきがそんな悪くないところという感じで、まあ、色分けすると、例えばこの赤の,あの四角のところが一番悪いところですよとかいうふうにですね、まあ、例えばがんをあの針でこう刺して組織を取る場合でも、まあ、ここからアプローチしたらいいじゃないでしょうかとか、そういうことが、まあ、今は そんなには難しいんですが、そういうサジェッションが可能となるかもしれません。で、拡散もあいではですね、先ほど申したように、まあ、顕微鏡を使うがごとく細かな構造が見えるということで、こちら標本の例なんですが、左から拡散協調画像で拡散ケースマップですね。で、右にこの実際の標本を示しています。で、こちらは入管1本の中の あの構造がその壁ですね、上皮の,あの細胞に拡散制限があるので、まあ、こういった構造が本当に実際の標本と、あの、かなり似たレベルでですね、あの画像でもあの観察することができる。で、これ下は前立腺の,あの構造ですが、まあ、このように前立腺の解剖のその上皮の細胞層のところとそうでないところとですね、あの、これぐらいの あの、実際の標本を見るがごとく、まあ、あの、拡散も洗いでも、あの、評価可能だということです。で、さらにはですね、あの、新聞にインコを落とした時の、あの、状態の方向性ですね。いろんな取り方をすることによって、水分子の拡散の方向性も評価できるようになっています。例えば、この脳の白質繊維に沿った中の水分子の、あの、 違法性ですね。様々な方向性を解析すると、この白質の繊維の一本一本もこういうふうな感じで病出することができますし、例えば乳腺、乳房の中の乳管等々の構造もですね、こういう感じで観察することが可能となっています。で、まあ、これらの情報は今、 得られるようになってきたということで、まあ、それをどういうふうに臨床に生かしていくかということが、あの、私の研究の、あの、メインテーマとなっています。で、あの、育成 MRI を用いて、その病変や組織の中の詳しい特徴を捉える。そして、マイクロ、えー、ミーターのオーダーでの細かな構造を捉える。ということでも、 で、まあ、より、あの、適切な診断、え治療へと繋げていけられたらと思っています。はい。ありがとうございました。